皆さんこんにちは。私は今千葉県千葉市のプラボック様の お店の方に来ています。ここにあるのはですね、これは双葉の古い2チャンネル用の受信機、これは私のです。からこちらにあるサーボも私のです。この2つがあってですね、こちらの2チャンネル送信機が昔あったんですけど、どうしたものか記憶ないんですけど、どっかなくしてしまったんですね。これはですね、非常に思い出のある送信機で、私はこの2チャンネルの双葉の無線装置で、パイロットジュニア号を2チャンネルで飛ばせるようになった、その無線装置です。こちらはですね、お客様の勝さんの保有品です。前ですね、受信機見当たらないとかつて言ってたんですけど、古い部品箱の中を探したら、この純正のですね、2チャンネル用の双葉の受信機が見つかったということで、今日私が納品に来たついでにお会いしましょうということで、今ビデオを撮ってます。それで、こちらの方、勝さんがいろいろ調べてもらって、私の受信機ですね、試験をしていただいたんですが、どうも故障しているということです。ただしこちらのサーボは、実動しているということになりまして、こちらのサーボはですね、実動しているということで、こちらのサーボとこちらの送信機と、サーボに、最新式のですね、これがこちら、デジタルのサーボから、これはアナログ式のサーボをつけて、デジタルもアナログも問題なく動くと、そういうことを教えていただきまして、これからちょっと勝さんにですね、簡単な説明をいただきまして、動作試験をしていただきたいと思います。はい、今ですね、紹介しました、されました勝と申します。今ですね、増田さんから預かったサーボですね、これ今風のソケットに改良して、あと2つ改良して、あとですね、受信機の方のソケットも一応今風のソケットに変えてやって、あとアンテナ線を交換したんですけど、ちょっと中の不具合があったもんで、ちょっと動かなかったんですけど、で自分のサーボがですね、確かコネクターは特殊な間隔がちょっと2ピンの3ピンあって2ピンだけ間隔が違う、それで1決めしてるコネクターでしたよね、あ、そうです、純正は、はい、それでこれを勝さんの方で、今風のというか、標準的なものに変えて、まず取り付けを確実にしたんですけど動かなかったと、そういうことですね。はい、それで一応自分の方のですね、受信機、これ少しなんかちょっと探してみたら、はい、工具箱から出てきたもんでね、もう一生懸命探してたんですけど、物持ちいいですね。昔のサーボっていうのは、足が合わないもんで、はい、ここの受信機の方のソケットのところから配線を取りまして、一つずつ配線ハンダ付けをして、今のソケットに改良しました。はい、それであとですね、中にはですね、デジタルサーボと、はい、からアナログサーボを、はい、ちょっと併用してですね、はい、動くかどうかちょっと試してやってみたら動くのでね、ちょっとそれで試しました。右側の方がデジタルですよね。これがデジタルの双葉純正のですね、ラダーサーブですね。ラダーサーブ、はい、でこれがですね、中国製の、そうですね、で勝さんはこの無線装置は主に現役だった頃は何に使ってたんですか。ですね、昔強襲のですね、ラッドバギーっていう1級のエンジンを乗せた、ラッドバギーってのがありました、ありました、それで、それを作って、走らせてたんですけど、ね、そうですか。でそれで2チャンネルでこのスロットルとこのラダーですか、
舵の方ですね、取ってやってたんですけどね。ボートなんかには使わなかった、ボートの方はですね、使わなかった、あ、そうですか、でこれで2チャンネルあれば、自分できると思って、そうですよね、ステアリングと、まあ、エンコンですよね、車用に買ったんですけどね、アクセルずっともう何十年間ほっといて、もう要するにサーブの方がもう老化しちゃってね、腐食しちゃって動かないもんで、ずっとそのまま放置しといた、あの送信機と受信機ですね。そうですか、はい、それじゃあちょっとスイッチを入れて、はい、実動のところを見せていただけますか。これがラダーですね。あ、ラダーですけど、あのアナログサーボー、ね、そうアナログ、ね、これがデジタルサーボ デジタルサーボの、ラダーサーボですね、あ、動いてますね、スロットルの方にしちゃってあるけど、動いてますね、素晴らしいですね、すごいですねだからこれでね、動作確認できました。あ、何かあのラットバギーに積んだ時の思い出みたいなのありますか、この無線機。やっぱりちょっとやっぱりダイキャストのフレームだったんですよ、ラットバギーの、それで結構重たかったもんでね、走りはあんまり良くなかったですけどね、今のレーシング仕様の、エンジンカーみたくは走りませんでしたけど、ちょっとあのまあ余裕があってぐるっと回るぐらいだったら結構走らせましたけどね。ちょうどあの石政っていうのがありましたよね、なんかね、あれもかっこよかったですよね、形が、石政のやつも自分持ってたんですけど、石政に作ってあげたんですけど、それも一緒にあの送信機とかね、受信機セットでね、石政にプレゼントしちゃったんですけど、そうですか、はい、どうもどうも説明ありがとうございました。はい、店主の斉藤さん、いいです、どうもお騒がせしました失礼しました